ヘイヨー、ケンツムッシー。じゃあ、今日もこれやっていくんですけど、ちょっとね、動画多くて申し訳ありません。感想のね、性能とか、まあ、見たい方多いと思うんで、まあ、アップデート初日ですし、いろいろね、問題しか起きてないんですけども、まあ、動画を出していこうと思うので、好きなように見てください。ということですね、今回は、チャンピオン感想編、まあ、最後の動画ですね、アーチャークイーンを紹介していくんですけども、こいつは2025年から来たカードでございます。今のこのグラフに来てはいけません。歴代最強ぶっこりカードです。なんでこいつを出してしまったんでしょうかといったところでやっていくんですけど、見た目は好きなんで、まあまあまあ、こんくらいがちょうどいいっすよね、いろいろと。で、なってるんだけど、まあ、シーズン中にアップデートが来まして、今もう、アチャクイがバカスカおる。こいつが、まあ、当たりみたいな感じで人権カードって言われてて、グラチャゲとかマルチもこいつばっかですね。なので、まあ、落ち着いたら今日出すかわかんないけど、チャンピオンなしでグラチャゲに、12勝するみたいな動画ね、出したら出そうかなと思ってるので、楽しみにしててください。ということで、使っていくんですが、デッキが神技と、あとこれです。ホグとか使いたかったんだけど、もうね、カスッカスで、ワイルドカードも、シナンショマとゴールドも。で、一応、あと、10万円分はあるんですけど、ノーマル取り集めるのって多分、まあ、ここら辺でゴールド、間違えた。ここら辺の宝箱とか開けたら多分いいと思うんですけど、まあ、ちょっとまったりね、やりつつ、今はまず使うデッキだけ開けたんで、それでやっていこうかなと思います。ということで、まあ、まずマザネクじゃねえわ、こいつが使えるのはこれかな。うん。これ見たら結構わかりやすいと思うので、やっていこうと思います。まあ、こいつ多分みんな使ったと思うけど、ボタンをポチッと押すだけで、あら不思議、強すんぎって感じですね。こいつのダメなとこは、5ウッド耐えること、消えた時になぜか攻撃が強くなることです。消えるだけでも良かったんじゃないかな。まあ、下方修正は絶対来ますね。いつ来るかって感じですかね。やっていこうと思います。いや、まあ、いろいろね、クラブに思うことがある動画は、夜まとめてね、また出そうと思うので、そちらもぜひ見てください。といったところで、ね、生放送もしながら、まあ、とりあえずはね、この環境で今自分ができることね、頑張ってやっていこうと思います。さて、ロリババから始まりまして、メガゴですね。まあ、折りちょっと寄せ気味。一応逆サイドアチャクイで、ばっこり守れるから、フリーズ来たらまずいな。これ、スケで一応ウッド回してきます。格上が移動とかもね、やるんだけど。まあ今日は多分ね、みんな一応この性能とか見たいかなと思ったので、この動画出してるんですけど、格上が移動とかもやばいことになってんだけど、ああ、このコウモリ追加いいですね。多分、クリティカルヒットしました。ああ、雪玉持ってた。まあこれは、こういう時に出てくるのが着衣ですよね、皆さん。どうしようかなーと思うんですが、あいつ許容しながら、クロークいるかな、いらなさそう。素の火力がね、マスキュリちょっと高いんで、これ。まあ、敵陣行ってから、ここら辺で消えましょう。よし、OK。消せ。OK、ナイス。ナイスじゃねえんだよな。うん、分かってるよ。ナイスじゃないことも分かってる。もんの早くね。わお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 わ、手札のサイクルの仕組みがよくわかりません。ムート出します。まあ、これで受けますね。いや、着衣強いな、やっぱ。まあ、今日さ、3本動画出してさ、その、新カードについてね。いや、ムートも強いな。隠れて、隠れてお前も強いな。オーブンにグッと打ちます。隠れて強いんですけども、これワンチャンスキャラ来るか、来たら着衣で守れる。いや、メガゴいて、ただまあなんとか守れた。テッカかな。おお、なるほどね。これ左狙うわ。間違えた、コウモリと。やべ、ファイボとかもろもろで一応フィニッシュできるけど、一旦こっち攻めようかな。やべ、待って、クロロイントってなさすぎ。重い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 、クラゴは重っ。
まあって感じでアチャクヤツイです。はい、いやークラル重たいな。せめてこの動画だけでも撮らせてくれ。頼むぞ頼むぞ。オッケー、通じた。開けますか。いやこのなんか宝箱開ける意味があるっていうのがねすごい、いやなんか懐かしさを覚えますね。だからこうなったらまあクラルワパスでちまちま集めつつかな行こうと思います。まあ今日チャンピオンの動画とりあえずみんな気になると思うんで出して、明日ぐらいからかな、まあチャンピオンなしの動画もね出していくって感じで、動画外でねちょっとねチャンピオンなしの強いデッキを考えておこうかなと思ってます。さあやっていきましょう。もう多分ねボーラーとかがね肝になるかなと思うんだけど、思ったんがさ、アチャクイックス安定なんだよなこれ。まあそうよな、まさかになるよな。ネクロ、クローク使います。とりあえずこれで守れるかもな、守りたい。いや、この手札周り、ちょっとあんまね、俺まだギミック理解しなくて、とりあえず、こいつめっちゃ回ってくるからやばい。まあ、多分、あれだね。ああ、なるほど、スケブは出てこない。いや、スケブ読みでウッドって必要、打つが、ん？打つ必要があるな。まあ、とりあえず、クソアンパイかな、これが。ケツアチャクイが、めちゃめちゃ強いと思うな。で、これ逆サイにまず振ってからかな。お前は飛ぶんだよね、実は。で、ここでクローク。OK。まあ、てな感じでね、順当に強い。こいつ、コウモリ出したスケベですね、これ。まあコウモリだしウッドでもいいんだけど、まあ一旦ここはいらっしゃいますか。セパレートして、その他の動画でもさめっちゃいい感じにチャンピオン使ったじゃん俺。けどねアチャクイがやっぱねズバ抜けて悪さしてますね。今日の動画見て見れば見るほど分かると思う。これジャイクルかな。来た、よいしょ。いやーこれ入るな。いていていて痛いよ。これ黒く打ちます。惜しい。くそー、いやー惜しいな。今のいい感じだったと思ったんですけどねー、負けちゃいました。スケラウケマン若干か。まあでも黒くの強さは分かったね。最後パーン押しきれなかったか。まあ GG ですね。はい、よろしくといったところでやっていきましょう。いやー今のなー甘かったが、端前であれしてももろもろだったな。スケラウケがね意外と、てか雪玉に対して弱いんかな、攻撃速度が遅いから。まあ多分ね、ケツアチャクイはマジ安牌。こいつはねシンプルな性能ゆえに強いんで、対策がねどんどん狙えていくかなと思います。いやーこれロイフク飛ばすよなー、絶対ロイフク飛ばしてクローク。わあマジっすか、マジっすか、それマジか、マジか。スパーキー溶かせるんですか。オッケー、なるほどね。スパーキー溶かせるんか、やばいよねー。まあこれはコメントに困るな。どうしようかな、これ端前行ってもいいんじゃね。
これそう、これだ。ただ、アドがやべえ、シャシャったな。つけてこれるよね。どうしようか。解剖でいい感じに守るしかないね。さあ続いてはですね、まあ、ちょっと人気に混ぜた、タイプでやっていこうと思います。いやあちゃくいね、シンプルには確かね、スパーキー正面から溶かせるんですよね。溶かしきれるんでクローク中。いやクローク中の火力がやばすぎるよな。あれ1コスってやばいよな。なんかどんくらいやばかっていうと、スケルトンキングのスキルが1コスで許されるぐらいやばい。スキルの強さ的にはあちゃくいの方が強い気するよね。あれ1コスやばいね。やっぱひろゆきさんの言ってることあってたなぁ。クララは大丈夫っすかつって、ひろゆきさん大丈夫じゃなかったっすわ。助けてください本当に。ロイホグボタン欲しいな。ランバーにもここまで来ると、ここまで来るとランバーにもボタン欲しいよな。三死か、相手もアチャクイかな。これヒーローチャンピオンか、チャンピオンが入っているのであれば、ファイブあるかな。まあ、飛ばないから一応。ああ、LSP がめっちゃクリティカリになっちゃった。こうなると結構苦しいな。てかルイホグ削りえぐいな。いやー、今の LSP 抜いてくれれば世界ちょっと変わったけどな。残念。いい感じに消えて嫌がらせ、まあ守りからいきましょう。右はもう無視だね。よいしょ、ファイブをうまく打てますか。まあさすがにあのロイフグ美味しかったな。消えて、オッケーオッケーオッケー。バカ削るな、引くほど削るわ。これセパレ来るんで左捨てですね。まあそうなるよな。これは守ります。右全力防衛ですね。いやーやばいねこれ、レイジかかるとなおさらやばそう。まてな感じのせいになってるんで、こいつは明日にでも顔を修正来てください。こいつは2025年のカードでございます。ということで皆さん、アーチャークイーンいかがでしたでしょうか。まあもろもろのチャンピオン使って夜のトラゲ生放送しようかなと思うので、よかったら見に来てください。あとクララに関してお説教があるので、その動画も楽しみにしててください。楽しみにはしなくていいな。そこで言いたいこと言ってください。皆さんお疲れ様でした。チャンネル登録お願いします。